駐輪場。駐輪場とは、自転車を駐輪、駐車するために許可、指定された場所、または施設のことである。日本は、世界的に見て自転車の保有台数が多く、一人、あたりの保有率も高く、交通システムの中で自転車の占める割合、交通分担率が高い国である。日本の鉄道駅や商業施設、学校、集合住宅などには、多くの自転車が集まるため、 駐輪するべき場所、駐輪場を用意して混乱を避けている。日本では駅前を中心に多くの駐輪場が作られており、収容台数は約432万台に達するという。また一箇所で数千台を収容できる大規模な駐輪場や地下式、機械式など様々なタイプの駐輪がある。日本初の公営駐輪場は1973年、昭和48年に、 小岩駅の高架下に完成した。日本の自転車の保有台数は2000年、平成12年まで急増し、1970年代後半から都市部の駅前などに自転車が荒れて社会問題化した。そのため1980年、昭和55年に自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律、旧自転車法、1994年、 平成6年には自転車の安全利用促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律、自転車法が作られた。駅前の駐輪場は市区町村が中心になって整備を進め、2009年の収容能力は30年前の約7倍、約432万台に達した。一方で商店街などの駅前施設に隣接する 駐輪場の整備は遅れており、放置自転車の一員になっている。また既存の駐輪場も、一致が駅から遠い、一台あたりのスペースや二段式ラックなど、自転車の出し入れが難しい、高架下など暗く、人気が少ないために、防犯上不安、営業時間が短い、夜間は、利用不可などの不満から、料金支払いに抵抗が生じることもある。駐輪場は、市区町村が、 口義務条例を定めれば、鉄道事業者、鉄道駅や観光所、学校等の教育施設、百貨店、スーパーマーケット、その他の商業施設など、大量の駐車需要を生じさせる施設に対して、強制的に作らせることができる。しかし都心部では、地価が高く、建設用地の確保が困難であったり、建設はできたとしても、大規模な駐輪場は年間の運営費が1台あたり、 数万円かかるなどの多くの問題も出てきている。2003年には、豊島区が、鉄道事業者に対して、条例で課税、目的税して、費用の原因者負担を求めるという施策を行ったが、同税は後に廃止されている。1977年、昭和52年頃は駐輪場の収容台数、約60万台より、 放置自転車の数、約68万台の方が多く、駐輪場不足が深刻だった。問題を早急に解消するために、駅から多少離れていても、高架下などに空き地があれば、駐輪場を建設したが、あまり距離があると利用されがたいため、都心部や駅前の限られた土地を有効活用できる、地下式や機械式、歩道スペースを利用した路上駐輪場など、 新しいタイプの駐輪場が近年登場してきている。特に2000年代後半は規制緩和が進んで、駅前広場の地下などに、機械式駐輪場を建設できるようになった。一方、受益者負担の観点から駐輪場の有料化も進んでいる。駅周辺の駐輪場の多くは、地方実地帯や財団法人、自転車駐車場整備センターや自転車普及協会など、 などが管理事業者の公営駐輪場である。公営駐輪場には、無料駐輪場や、有料駐輪場、定期利用、当日利用、利用登録制駐輪場などがある。内閣府の調査では、公営の有料駐輪場の料金は25円5000円、月で、平均は1632円、月である。一定規模以上の小売店は駐輪場を整備する義務がある。 例えば面積が1000平方メートル以上の店舗には大規模小売店舗立地法が適用される。法律の運用指針は店舗の敷地内にピーク時に対応した駐輪場を整備するように求めており、基準として店舗面積35平方メートルあたり1台を例示している。また、市区町村が不淵義務条例でより厳しい条件を課されることがある。対象となる。 店舗面積や設置基準は条例によって異なるが、平均すると420平方メートル以上の店舗に、対して21.6平方メートルあたり1台の駐輪場を整備するように求めている。つまり大棚立地法によれば1000平方メートルの店舗は29台、平均的な条例によれば420平方メートルの店舗は19台の和場を整備しなければならないということになる。 無料のものが多いが、コインパーキング、口述を導入している場合もある。自治体によっては、ワンルームマンションに対しても、不淵義務条例を定めている場合がある。例えば、大阪市は30戸以上の集合住宅に対して、ワンルーム形式住戸数1戸ごとに0.7台、ファミリー形式住戸数1戸ごとに1台の、駐輪場の整備を求めている。自転車等は1年に、 約37万件2010年発生しており、そのうちの約半数47%が駐輪場で発生している。愛知県警は自転車等を防ぐために駐輪する際には人目があり、見通しが良く、照明設備の整った駐輪場、防犯カメラが設置され、整理された駐輪場を選ぶように進めている。また丈夫な鍵を選び、ツーロック、 複数施錠することによって、格段に被害に遭いにくくなるとしている。その他、愛知県警や千葉県警では、自転車等多発駐輪場を発表し、注意を促している。かつては、原動機付自転車が、オートレースを運営する、日本小型自動車振興会の分野であったことから、競輪の補助により造成された、駐輪場には、原動機付自転車が利用できないところもあった。 なお2008年に日本自転車振興会と日本小型自動車振興会はジャカとして統合され、補助事業が一元化したことにより、この問題は解消された。自転車の利用が盛んなヨーロッパでは、路上駐輪場が多く、前輪を固定するため垂直や逆 U 字型のポールやラックなどの駐輪器具を設置して利用者の便宜を図っている。また、駅周辺に設けられ、 あるいは駅そのものと一体化した大規模な駐輪場が修理や販売、レンタルといったサービスも行う自転車サービスステーションとして位置づけられているもある。ドイツノルトベストファー練習では1996年から自転車ステーション100という鉄道駅に直結した118カ所に上る大規模駐輪場の整備が進められている。ミュンスターにあるはその第1号で 1999年、ミュンスター中央駅前広場地下に開設された。収容台数は3300台で、ドイツ最大である。自転車の修理、レンタル、販売といったサービスを提供する施設も併設されている。地下式でありながら、ガラス屋根のため明るくなっており、防犯効果も高めている。同州では、駅構内に駐輪場を整備することを原則とし、 駅から離れる場合でも200メートル以内に設置することを義務付けている。オランダ・ユトレヒトでは駅のプラットフォーム下に駅構内地下通路と直結する駐輪場を設置している。合計7000を収容できる大規模なもので修理をすることのできる管理人が常駐する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。